ジェローム・ラ・ランド・ラ・ラン・デ歴書は、フランスの天文学者、ジェローム・ラ・ランドによって書かれた、天文書のオランダ語訳版、アストランミア・オブ・スター・クンデイの日本での呼び名。江戸時代の日本において、西洋の天文学理論を知る上で重要な役割を果たした。現著は、ジェローム・ラ・ランドのアストラーの実である。アストラーの実は、第3版まで出版されたが、 そのうちの1771年に出版された第二版を乱訳したのがアストランミア・オブ・スター・クンデイである。日本でラランデ歴書という場合、一般にはフランス語の原書ではなく、このオランダ語版を指す。本書は1773年から1780年にかけて出版された。本書はフランス語の原書が発行された時から人気が高く、 オランダ語版出版時には420名余りの予約者がいた。現在、本文4巻に付録を加えた5冊本の他に、8冊本と9冊本の存在が確認されている。8冊、本、9冊本は、5冊本の本文4冊分を、1冊あたり2冊に分けたもので、章の数などは変わらないが、内容的には5冊本と比べて9冊本の方が、詳細に書かれている。 役者はアムステルダムの権量館であり、数学者でもあったストラッペで、ほぼ原著に忠実な翻訳となっている。五冊本における各館の目次は以下の通りである。本書はオランダからの商船に乗って日本に入ってきた。その年月についてははっきりしていないが、その後の推移からおそらく1800年頃ではないかと推定されている。本書ははじめ、 ナルセというものの所有物となった。今日は3年、幕府の若年寄りだった、堀田正ツは、この所有者から、ラランデ歴書を一時的に借り上げ、天文方の高橋義時に調査を命じた。高橋義時は、ラランデ歴書が日本に伝わる、以前の完成9年に行われた、完成の改歴に携わっていた。この改歴は、西洋の天文学を取り入れた初めての改歴で、 太陽、月の運行に関しては、ケプラの大円軌道論を取り入れている。しかしこの怪歴で、主に使用した、天文書、列記造行成功編には、太陽系の五惑星の運動は記載されていなかったため、これらの運動については、ケプラ以前に唱えられたティコブラーへの延期道論を、採用せざるを得なかった。そのため、吉時にとって、この怪歴は満足のゆくものではなかった。 義時は、改歴後も、惑星の運動について、研究を続けた。その最中、か、時は、ホッタ堀ツ節つマサーツから、ラランデ歴書を渡され、調査を命じられた。これを見た義時は、これこそが、自分の求めていた資料だと感じた。しかし、同書は、個人の所有物であったため、十数日後には再び所有者のもとに戻された。義時はこの本が手元にあった間に、 同社の一部を訳した上で、自らの見解を書き加え、ラランデ歴書関係第一巻としてまとめた。また、同時期に、ラランデ歴書表用崩壊も執筆した。吉時は、本書は、非常に重要な資料であるから幕府が買い上げるように、強く求め、幕府も了承した。買い上げについては、所有者が80両という法外な値段を要求したために手間取ったが、 今日は3年7月には、再び義時は本書を手にすることができた。義時は引き続き、ラランデ歴書の解読に努め、ラランデ歴書関係の執筆を続けた。もともと、オランダ語をほとんど読むことができなかった義時であったが、この作業への力の入れ方は新職を忘れるほどだったという。しかし熱中しすぎるあまり吉時は、持病が悪化し、 ラランデ歴書を再び手にした半年後の文化元年1月41歳で死去した。ラランデ歴書から得られた天文知識は井上忠敬による日本測量の際に活用された。忠敬が日本全国を測量しようと考えた当初の目的は緯度一度に相当する四五千古町を求めることであった。忠敬は測量中に測定を行い、 四五千一度は二十八里二分という結果を得た。しかし、忠敬の師匠である義時は、測量では土地の高低差による誤差が生まれる恐れがあり、自らが書物を元に得た結果とも異なるとして、ただ、だが後に、ラランデ歴書を手にした義時は、地球は完全な球体ではなく、南北方向に潰れた平田球形であることを知った。さらに、ラランデ歴書に掲載されていた、 四五線一度の値は、ただたかの実測値と、ほぼ一致しており、このことからただたかの測定の正確さが確かめられ、ただたかと吉時は喜びあった。また、ラランデ歴書には、ガリレオ衛星の色を利用した経度の求め方が、記載されていた。木星の衛星が、木星の表面を通過する時間を異なる二箇所で、測定して、その時間のずれから経度を求める。 義時はこの方法を理解し、義時の死後は、相田重富と、高橋影康の手によって引き継がれ、食の予報表が作成された。そして、文化2年から行われた、ただ高一行の西日本測量において、この木星の衛星を使った方式や、あるいは月食などを使った方式により観測を行い、軽度が求められた。しかし天候や観測技術の問題があり、 さらに、浅草の天文台の火災により、江戸での観測データが失われたこともあって、ただたからによる経度の算出は成功したとは言い難い。そのため、ただたかが作成した第二本宴会予知禅図は、現在の地図と比較すると、経度方向に大きなズレが見られる。義時の死後、天文台における、ラランデ歴書の研究事業は、息子の高橋影康に引き継がれた。しかし影康は、 当時若干20歳であったため、幕府は、かつて、義時と共に、歓成の改歴に携わった、相田重富を呼び寄せ、事業に当たらせた。重富は、ラランデ歴書を第一章から順に訳し始め、やがて影安に引き継がれた。そして、オランダ語によく通じている長崎の通詞、馬場佐十郎の協力のもと、翻訳は進められた。 しかし、文化十年に起きた浅草天文台の火事により、ラランデ歴書や翻訳の走行は消失してしまい、翻訳事業は中断せざるを得なかった。文化十二年、影安はラランデ歴書の善訳を断念し、代わりに天文家との渋川圭介とその部下、足立新党にラランデ歴書関係の調査を命じた。そして、ラランデ歴書関係をおび再入手した、 ラランデ歴書をもとに、文政9年、二人は、新し匠歴書全40巻を完成させた。ただし、新し匠歴書は、ラランデ歴書の正確な翻訳本ではなく、ラランデ歴書をもとにしながら、太陽や月、惑星の位置などの計算方法について、天保12年に、幕府は、新し匠歴書をもとにした改歴を命じた。そして渋川啓介と、 足立新党によって、天保歴が作られ、天保十五年から施行された。天保歴は、江戸時代に行われた最後の改歴となり、明治時代に太陽歴が採用されるまで使われた。なお、新した組歴書には、今後の、ラランデ歴書の全訳事業を匂わせるような文章が書かれているが、実際にそういった作業が行われた形跡はないため、天保歴の完成により天文の、 ラランデ歴書研究は終止符を打ったものと考えられている。一方で、江戸の天文台とは別に、土見門の師範台である、小出金正らも、ラランデ歴書の翻訳を試みている。小出は、天保六年、渋川圭介に入門し、ラランデ歴書の存在を知った。そして、嘉永三年、長崎の七夜から購入することにより、現物を手にすることができた。その時に、 購入の仲介をした、名村貞五郎はオランダ語の字引きを持っていたため、それを参考にしつつ、カエ五5年より翻訳を始めた。翻訳は、小出のほか、養子の小出ゆきさえもんのと、乱邦医の高畑交際と共同で行われた。訳文は、乱ありずか役所前7冊としてまとめられ、現著の太陽、ガツ、語惑星、実月色の部分が訳されている。また、 翻訳にあたっての経緯を綴ったローラン、アリズカ役歴全文も残されている。高橋義時が研究のために使用したラランデ歴書は、戦術の通り文化10年の火災により消失している。しかしその後に再入手され、幕末には五冊本と八冊本が一部ずつ存在した。そのうちの五冊本は、現在、国立天文台に所蔵されているが、前後五冊のうち、 第一冊が欠けている。また現在では他にも図書館などに数冊が残されている。現存しているのは八巻八冊までであるが、新しい匠歴書の序文には、薬術西歴関係13巻表八巻と13巻まで存在したように記述されている。一方で、渋川圭介の蔵書目録に西歴関係11とあり、さらに、井上忠孝の研究書を出した。 大谷良吉も、本書はもともと11冊であったと記しており、差異が見られる。これに関して、渋川家の目録には、関係の他に、知覧鉄歴表目録座知蘭鉄天文書目、地和会合館1、西歴関係目録1という記述が見られる。新し匠歴書の13という数字は、この2冊を数に入れたものと考えられている。また、 現存していない9巻から11巻については、渋川圭介が著書の中で引用していることなどから、かつては存在していたと推定される。しかしその詳しい内容や、現存していない理由は定かではない。この3冊についてはまだ原稿が、走行段階であり、整理された状態ではなかったので現存していないのでは、ないかという説がある。現存している8巻までは3種類あり、 狭間文庫、井の忠敬記念館、学士委員で、それぞれ所蔵されている。いずれも、吉時の直筆本ではなく、写本である。このうちの学士委員本は、大谷良吉が、研究資料として使用するために、伊吉本を全文書き写させたものなので、内容は、伊吉本とほぼ同一である。伊吉本と狭間本の違いとしては、狭間本では欄外に注釈として書き込まれている。 文章が、井能本では本文に組み込まれていたり、狭間本で抹消されている部分が、井能本では元から書かれていなかったりといった点が挙げられる。このことから、狭間本の方がより吉時の原本に近い形であり、吉本は狭間本を整理した形で写されていることがわかる。ただし、アストラーノミ現著の第二版は、その後の1781年に第四巻が刊行され、 全4巻となっている PP516 から517。当時の80両を米価を基準にして、今の値段に積算すると、およそ500万円から600万円となる P98。また、高橋義時が江戸の天文型の地位を与えられた時の給与が、年収で40国であった PP9 から10。ただし義時は、 ラランデ歴史入手以前に手に入れていた乱書、ウォールデンブックにて、緯度一度の長さが緯度によって異なるという記述を読んでおり、その時から地球は完全な球体ではないことにおぼろげながら気づいていたと考えられる。そして、ラランデ歴史を読んで、その認識をより確かなものとしたと考えられている、PP169 から171。ただし、 ランアリズカ役所自体はその後の戦災で失われた。現在は同内容のものがローランアリズカ歴、歩法十巻十冊という形で残っている P746。ありがとうございます。